別の動画で解説していますが、井上皇后を拝した後任天皇には、実は高野の新笠という女性との間に山辺の大君という王子がいました。拝されたおさべ親王よりも年齢が上でした。にもかかわらず、皇太子となったのはおさべ親王でした。なぜかというと、母親の身分に差がありすぎたためです。おさべ親王の母親は、 聖武天皇の血を引く井上皇后。それに対し山辺の王君は九だらの不吉の子孫で、元の名前が山和の新潟。公認天皇即位後に高野という姓を賜りました。母親の身分が低いと、大友の王子のように天皇として即位することが難しかったということです。そもそも公認天皇こと、 白壁の大君自身が天武系ではなく天寿系の傍流皇族でした。その白壁の大君と身分が低い女性との間に生まれた子である山辺の大君には皇族としての役割は全く期待されていませんでした。というわけで山辺の大君は官僚として前半生を送りました。ちなみに江戸時代に官員の宮家の第六王子である 諸人親王が後閣天皇として即位し現在の皇室へと連なっていますなので現在の皇室は後閣系となりますどういった系統であろうが天皇として即位した柱は神武天皇の血筋を受け継いでいます山辺の大君は一応優秀な官僚として評価されていたようで天平法治八年、西暦764年山辺の大君は 15位の異界を得たのですが、その直後に、江美の推し活の乱が勃発しました。江美の推し活の乱に勝利した後見上皇が、論功交渉を行った際に、筆頭として山辺の大君の名前が挙げられています。江美の推し活の乱以降、山辺の大君は出世の階段を駆け上がり、聖徳天皇が亡くなった時点では、左大臣の藤原長手、 右大臣の木火の巻火に次ぐ第3位の交換となっていました。なので、おさ部親王が廃大使とされた後、新たに皇太子とされたのも当然のことでした。諸日本儀にはこのように記されています。法に従って行われるべき政務として、山部親王を立てて皇太子として定めた。故に、この事情を理解して、百観の人たちは皇太子に仕えるようにと、 王勢になる天皇のお言葉を皆受けたまわれと申し述べる。山辺の大君の立体師は王と実婚の中だった藤原の桃川が主導したと考えられています。つまり、藤原の桃川は親友の山辺の大君を後退し天皇にするために井上皇后とおさべ親王を陥れたということでしょう。ちなみに山辺の大君は 即位後も桃川への感謝の念を忘れず藤原一族を優遇し続けましたもともとが高齢で即位した公任天皇は70歳を過ぎても政務を取り続けましたが山辺の大みと母親を同じくする姉にあたる第一皇女の能登姫巫子が皇居してしまいそれ以降心身ともににわかに衰えてしまい皇太子に上位することになりました 一行政官僚として一生を終えるはずだった山辺の大君が天皇として即位することになったわけです。この山辺の大君こそが平安京に遷都し千年の都の礎を築いた偉大な天皇となります。官務天皇として即位した時点で44歳。行政官僚としての実績も豊富な壮年の人物が行位を継ぐことになりました。 天皇元年、西暦781年4月3日、公認天皇から皇位を譲られた関武天皇は、翌日、同母帝で13歳年下の佐原新皇を皇太子に指名し、平城宮の大国殿で即位の式を挙げました。諸句日本儀にはこのように記されています。天皇元年4月3日、この日皇太子は、 公認天皇から位を譲られて皇位についた。天皇元年4月4日、皇帝の佐原親王を立てて皇太子とした。当時の関武天皇には親王がいなかったわけではありませんでしたが、関武天皇の長子である阿親王はわずか8歳だったので、おそらく父親である公認上皇の遺向が働いて、 獅子ではなく、弟を皇太帝としたものと思われます。さすがに8歳では皇太子にするわけにはいきませんから。ところがいつものように即位に際して、母親の出自が問題にされることとなりました。桓武天皇が即位すると同じ年の12月23日に公認上皇が崩御しましたが、その直後の天皇2年西暦782年ウルル正月1日。 天武朝の血を引く、日がみのかわつぐの乱が勃発することとなりました。日がみのかわつぐは、天武天皇の王子である、新田部の巫女の孫であり、父親は、えみのおしかの乱で処刑された、塩焼き王であり、母親は、聖武天皇の姫巫女である、不安内親王という、由緒正しい血統です。寒武天皇よりも皇族としての血が濃いわけです。 それゆえ、ひがみのかわつぐは、味方を集め、平城宮の北門より侵入して、朝廷を転覆させる謀反を計画しました。ところが、ひがみのかわつぐのたくらみは、ことがなる前に発覚してしまいました。ひがみのかわつぐは、逃亡を図るものの捕らえられ、流罪となってしまいました。諸句日本儀にはこのように記されています。 うるう正月14日、ひがみのかわつぐを、大和の国のかずらぎの神の氷で捕らえた。天皇は次のように御事のりした。ひがみのかわつぐは、ひそかに反乱を図ったが、事件はすでに発覚した。法によって裁断すれば、罪は極刑に当たる。かわつぐの母、ふわない神皇も反撃者の謹慎であるから、また、重罪に当たる。ただし、 天皇の福物起源である良安が始まったばかりで、御浅ぎの土も乾いていない。哀悼の気持ちで、まだ刑を論ずるには忍びないので、河継はその死を免じて、恩愚に処し、不安内親王と河継の姉妹は淡路国に遺廃せよ。公認上皇が崩御したばかりだったため、ひがみの河継は命だけは助けられたということです。 も,っともこの頃から桓武天皇は自分の立体視や即位に反対したもの、反抗心を抱いていそうなものを次々に左遷していきましたやはり母親の羊が白眼視されていたということでしょう皇族出身ではない女性から生まれた桓武天皇には皇太子時代から敵が多かったということですそれで人事権を活用し強引に反対勢力を一掃したわけでした その後の延暦3年、西暦784年から、関武天皇は平城京からの遷都という大事業に乗り出しました。関武天皇がなぜ平城京を捨てようと考えたのかについては、皇等が天武系から天寺系に移ったので、自らの即位を正当化するという意味で、気分一新のために都を新しくしたかった。 などという話が歴史学会では通説となっていますが当チャンネルの他の動画でも語っているように実際にはより切実な理由があったものと思われます元国土交通省官僚の竹村幸太郎氏の説によると神武天皇以来奈良盆地には山東王朝の都が置かれ続けており奈良湖もなくなり当然人口も増えていきました炭素14年代法によると 柏原神宮での神武天皇の即位が紀元前50年よりも前で、漢武天皇の即位が延暦3年、西暦781年となると、実に800年以上もの期間、奈良盆地は日本の政治の中心でした。政治の中心である以上、大勢の人々が暮らしているわけです。ということは、人々が暮らすためにはエネルギーが必要となるわけです。 エネルギーとは木材のこと。当時は建築資材としてはもちろん、日々の煮滝にも木材が必要でした。木材を燃やさなければ何もできないわけです。竹村氏の試算では、当時の生活水準では、人々は一人当たり年間10本の木材を消費したようです。そして、奈良盆地の人口は、少なくとも平均で10万人だったと言われています。ということは、 年間に100万本の木を切り倒さなければならなかったわけです。そしてその状況が数百年も続いたために、奈良盆地周囲の森林は木々が切り尽くされていたものと思われます。植林もなされていたようですが、藤原橋や平城橋の造営に伴い、大型の木造建築物が盛んに建造されるようになりました。 必然的にに奈良盆地周辺のの森林の伐採も盛んになったとということです。実際、萩山も増えていたようで、天武天皇5年、西暦676年には、天武天皇が飛鳥川上流の山々の森林伐採を禁じる見事のりを出しているくらいですから、日本書紀にはこのように記されています、天武天皇即位5年5月、この月に見事のりをしました。 水山細川山を金則地として草を刈ったり木こりをして薪を取ってはいけないまた、内国の山野の元からの金則地の場所はみだりに焼いたり折ってはいけない周辺の木材資源の枯渇に加えて平城京には下水の問題もあったようです。奈良盆地は盆地地はなので藤原郷と同じく、 平郷も排水がしにくいという問題が付きまといました汚水が排出されないため奈良時代は頻繁に疫病が発生していました加えて水運にも問題がありました生駒山脈の西が海で水運の便がいいから大和の地を目指して神武天皇は統制に繰り出したのですが初代から50代を数え800年以上が経過しています 神武天皇の頃の河内方は河内湖の時代を経て海面が後退し大阪平野という完全な陸地になりつつありましたなので生駒山を越えるとすぐに海だったという奈良盆地の利点も失われてしまっていましたしかも北部を流れる木津川の水運を利用するにしても平城京からまずは奈良山を越えなければならず大変な苦労を伴いました 関武天皇としては天武町から天智町へと系統が変わったことを受けまさに天武町の象徴である平城京から都を移したかったからという説もありますとはいえそれ以前の話として木材エネルギーの確保の面で厳しく流通の不便さが限界に達していたことで奈良盆地に都を置き続けることが難しくなっていたのでしょうそれで関武天皇は、 平城京からの遷都を決意ししたた。わけでしたそこで、関武天皇は、木津川と宇治川が合流する地点の北、長岡京に都を移すことを決断しました。水温を利用するので物資の運搬が圧倒的に楽になりますから、しかも、銭湯の翌年には、木津川と宇治川の合流地点から淀川に向けて三国川が開削され、 川を下るだけで瀬戸内海に出られるようになりました。寒武天皇は、延暦3年、西暦784年、側近の藤原の種継などを山城の国に派遣し、長岡の地に土壌と宮殿の建設を始めさせました。聖武天皇が築いた奈庭宮の宮殿を解体して、木材を長岡に運ばせました。 長岡京への遷都を決断した理由が諸区日本義に記されていますまた陳は水陸交通の便利を考えて都をこの長岡村に移した興味深いことに関武天皇は遷都を決断してからわずか半年後には長岡京へと移り住みましたしかも長岡京に移るまで一度も現地の視察をしていませんでした カ武天皇が自らの権威づけのために、天武朝の色が濃い平城京から離れたかったためと解説している歴史家が大半なのですが、あまりにも急すぎると思われ、竹村氏の木材エネルギーの枯渇と下水問題が手に負えない状況になったからという説の方が、画然として信憑性があります。延暦4年、西暦785年、カ武天皇が 姫巫女の朝原内親王が五木巫女として伊勢に向かうのを見送るため平城京に戻っていた時に大事件が発生しました長岡京の造営責任者であった藤原の種継がかがり火をかざして工事を促して見聞していたところともし火の下で矢にいられ翌日死んでしまいました種次の死の知らせを受け桓武天皇は急遽平城京から帰還しました 天皇の命を受け、大友の継ぐ人、大友の武らと、その徒党の数十人が捕らえられて取り調べられたところ、揃って皆罪を認めたので、法によって判決し、残首あるいは配慮されることとなりました。諸君日本儀には記されていませんが、日本気略では、種継ぐ暗殺事件には、関武天皇の皇太帝、佐原親王が絡んでいたとされています。 当時の朝廷では自分の長子である阿手親王を後継者にしたい桓武天皇派と天皇の弟である佐原皇太帝派との間で権力闘争が始まっていましたというわけで桓武天皇が長岡京を留守にした直後に佐原皇太帝派が阿手親王派の筆頭である藤原の種継を暗殺しました種継暗殺事件を受け責任を問われた佐原親王は 大,大帝の地位を剥奪され船で淡路に移送されることになりましたそれで14日間自ら飲食を立ち続け淀川下流の高瀬橋付近で噴死しました初期日本紀に続く日本の生死である日本皇旗にも佐原親王が自ら命を絶ったと書かれているのですがとはいえ桓武天皇が意図的に飲食物を与えず餓死させる形で処刑したのでは とすする説もあります中国や欧州と比べればかなりマシなのですが宮廷闘争は血みどろな事件の連続であることは同じ人間である以上どこの国でも同じだと思われます2000年以上も続いているのに日本だけが牧歌的な王朝が続いてきたなどありえない話ですからこの事件以降も長岡京の造営は続けられたのですが 平城京から戦として4年後でも完成には程遠い状況だったのを見て、延暦7年、西暦788年9月、漢武天皇は次のように御事のりを発しました。諸日本儀にはこのように記されています。延暦7年9月26日、天皇は次のように御事のりした。朕は微妙な見ながらも、 恐れ多くも帝王の大業を継承し水陸に便利な長岡の地に都を建てているしかし皇居はいまだ完成せず建設の作業はますます多くなっていく人民は挑発されて大変苦しんでいるそのため提供した働きや物資に対し手厚い恵みを与え苦労の煩わしさがないように望むものであるさらにこの年の5月に 関武天皇擁立の功労者である藤原桃川の長女で関武天皇の後宮に入って後の純奈天皇を生んだ藤原の民子が30歳の若さで皇居延暦9年西暦790年には関武天皇の聖母である高野の仁笠が皇居し続いて藤原の義継の娘であり平成天皇と佐賀天皇の母である 皇皇后のの藤原のも皇居しましまた。ちなみに藤原氏出身の女性だけで9人が桓武天皇の皇宮に入っていました母親や妃が次々に皇居する状況で延暦9年西暦790年の秋には機内を中心に天然痘が流行30歳以下の男女の多くが発病し重症者は次々に死亡しました 諸日本紀にはこのように記されています延暦9年この年の秋と冬に京や畿内の30歳以下の男女はほとんどが天然痘にかかり病に伏したものが多かった病気の重い場合は死亡した天下の諸国でしばしば発生した天然痘というとスペイン人がアメリカ大陸に持ち込み先住民の大半を死に追いやった恐ろしい病気ですが 新たに皇太子となった阿手親王までもが病床に伏してしまいましたそれだけ重なるとなるとまたもやたたりなのではと当時の人々もそのように考えたようです桓武天皇により死に追いやられた弟の佐原親王の呪いが炸裂したということでしょう阿手親王が長患いになった原因を占ったところ佐原親王のたたりという結果が出たこともあり 桓武天皇は、淡路の国にある佐原神皇の墓に墓守を置き、丁寧な管理をするよう、みことりしました。となると、長岡京に住んでいた人々には、自分たちが住んでいる土地は呪われている土地であるという印象になってしまいました。水上交通の便の良さは、洪水という自然災害と隣り合わせということです。長岡京の位置では、 桂川や小幡川が氾濫すると、たちまち大災害になってしまいます。そこで、わけの清丸が登場することになりました。わけの清丸は、桓武天皇の朝廷では、淀川や大和川を管理する治水担当の官僚でした。わけの清丸の治水担当の官僚としての活躍は、初日本儀に続く3番目の直線詩書である日本皇旗に詳しく記されています。 食日本紀の後を受けて、漢武天皇の治世の途中から、平成天皇、佐賀天皇、淳奈天皇の治世を記しています。弊社は藤原の大継などで、21年に及ぶ返纂事業に一貫して関わったのが藤原の大継のみです。全40巻あったのですが、応仁の乱の時に散逸してしまい、10巻のみしか現存していません。 立国史などの抜粋版である日本気略と立国史の項目分類である類樹国史などに引用文、逸文があり日本後期欠落部分の概略を復元することができますが完璧ではありませんさらに延暦11年西暦792年6月雷雨による集中豪雨により長岡京の式部省の難問が倒壊して 8月には大雨が洪水を引き起こし、都全体に甚大な被害をもたらしました。日本後期にはこのように記されています。延暦11年6月22日、雷雨があり、大雨で水が溢れ出して、式部の省の南門が倒れてしまった。そこで、わけの清まろが、再選と提案しました。日本後期にはこのように記されています。 長岡京は造営開始10年後に至っても完成せず、費用はかさむばかりであった。清丸は人を避けて上層し、官武天皇が修行に託して、角野の地の様子を視察できるように図り、平安京へ遷都したのであった。つまりは清丸が推薦した角野の地に平安京が建設され、再遷都になったわけです。 長岡京では沢良親王のたたりが続いていたからというよりも治水の問題の方が大きかったのでしょう長岡京は水利の便がいいため逆に水害の危険に常にさらされ続ける場所だったからでした長岡京に遷都する前に災害リスクを考慮できればよかったのですが現在のように土木工学が高度に発展していたわけではありませんでしたから藤原京遷都の際もそうでしたが 都を移してから初めて水害の危険性が分かったようですということはわけの清丸は宇佐八幡宮信託事件で高騰を救った上に千年の都となる平安京への遷都のきっかけを作ったというわけですいろんな意味で日本の歴史に大きな影響を与えた人物なのでお札の肖像画にまでなったということでしょう延暦12年 西暦793年1月15日、関武天皇は軍神を角野に派遣し、新都建設予定地の地形を視察させ、いよいよ平安京への遷都事業が始まりました。半年後に慌ただしく遷都した長岡京とは違って、1年以上かけて行いました。角野の地に役人を派遣するのに合わせ、長岡京の建物の解体と、 角の絵への運搬が始まり、関武天皇は代理から当院に移りました。もともと長岡京は、何和の宮の建物を解体して建設されたものでしたが、平安京に移設されたということです。関武天皇は長岡京遷都の際には、事前に一度も視察に行かなかったのですが、平安京の造営が始まって以降は、10回以上もカドを訪れました。 緊急避難的だった長岡京戦湯とはいろいろと違うということでしょう延暦13年西暦794年10月22日桓武天皇は新たな都に移り同月28日に見事のりを発しました日本後期にはこのように記されています角野の宮が営まれることになった土地は山川も麗しく 四方の国の百姓が参上するに際し好都合である。こうして関武天皇は平安京遷都を実現し、千年の都の礎を築いたわけでした。ちなみに京都という名称は平安時代後期に平安京が京の都と呼ばれていたのが次第に固有名詞として定着したものです。平安京の別称ということです。 実は世界には古代から存在する都市が無数に存在しますが、一つの国家の都として1000年以上も存続したのは日本の京都のみです。ローマを首都とした古代ローマは王政ローマが共和政ローマになった紀元前509年からマクシミアヌス帝が宮廷をミラノに移した西暦286年までのおよそ800年続きました。 王政ローマと共和制ローマは別の国と見なされるのですが同じローマとして考えると古代ローマも千年の都といって構わないのですが国体としての一貫性がある国家の使徒として宮廷が千年を超える期間置かれ続けたのは京都のみです平の清盛が福原に遷都したことはありましたが半年ほどだけでした 都は京都に置かれ続けましたが、政治権力は鎌倉幕府や江戸幕府の将軍が持ち続けました。当時の日本は権威と権力が分離していました。政治権力は鎌倉幕府や江戸幕府にありましたが、権威としての天皇の宮廷は常に京都に置かれ続けました。その結果、明治4年、西暦1871年、 明治天皇は次のように見事乗りしています。複製改革内直です。陳が考えるに、風俗とは自流に従って移り変わり、国体は変わらない。遺憾などの装束は古の塔の真似で、これは軟弱なものであり、投げかわしい。我が国は武を持って治めてから長い時間が経っており、現在では神武天皇や神宮皇后のような、 減衰姿を見ることができない一日も早く軟弱な姿を示さないようにするため複製を改革して祖先からの勝負の国の在り方を立てたいと思う千年以上も都が変わらないとこういうふうになるということを象徴しています平安京に都が移されて以降模倣された塔の方はとっくに滅んでいるにもかかわらず明治時代まで 古の東帝国を真似た宮廷制度が延々と続けられてきたというわけです千年の都には千年間ほとんど変わらなかったという意味もあるわけです古臭いといえば古臭いのかもしれませんがそれが独特の伝統を育み固有の文化を育ててきたわけですやはり日本では権力と権威が分離され天皇が権力闘争に巻き込まれることがそれほどなかったからこそ 伝統ととししてて続いいきたうう話なのでしょう加えて流れの速い海流に阻まれた島国であるために外国の軍隊に侵略されることがほとんどなかったことも大きな理由に挙げられます京都は戦乱大火事大地震疫病など何度も深刻な危機に見舞われましたが形式的には千年以上もの長期にわたり都として存続しましたそれを作ったのが 武天皇だったわけです。